めっちゃガチで取り合ってる取り合ってる、はい、なんと遠くさんに向けて登ってきました。もう俺の体勢もすごい。そうそうそう、じゃあ2人ともすごい体勢が。これから豆腐パスタの2人とマキちゃんに会いに行くんですけども、ちょっとねプレゼントをたくさん持ってきたんで、まあ、2人そしてマキちゃんがねどんな反応をしていくのかというのをちょっと見ていきたいなと思います。いや喜んでくれるといいですけどね、一体どんなリアクションをしてくれるんでしょうか。もうスタンバイしてます。もうスタンバイしてる。本当だね。いきます。はい。すごいな。さっきあったの。数分前にあったの。よしよし。友達来た。よしパサ。完全に友達と認識してるな。パサ。マキちゃん若干引いてるから。パワーも強くなったね。そうそうそう。ああお、やっぱりね、大人へのね、階段をね。もうだって、もうそろそろ2歳になるもんね。そうだね。うん、あ、よかったな。マスター、この顔見たことないでしょ、みんな。確かに、確かに。この顔、この顔。すごい、加えてるさ。あ、マキちゃんも来た、マキちゃんも参戦、参戦。マキちゃんも参戦、マキちゃん参戦。しれっと来てさ。しれっと来て、そうそうそう。しれっと来て、あ、めっちゃ尻尾振ってる。あのね、パスタがね、遊んでるものはね、なんつうの、取りたがるから。そうだよね。独占したがるのよ。よし、よし。やばい、なんだこの絵は。イケメンに群がる。よし、おぉ。飛んだ、パスタ飛んだ。よし、おぉ。恒例のな、そうだな、そうだな、おぉ。すごっ。俺いや、本当に友達だと思ってんだろうな。ね、俺にこんなことしないもんだって。俺のこと犬だと思ってる。犬だと思ってるかも。確かに。お気に入りの。お気に入りの。この紐がね、俺のこの紐が好きなんだよな、パスタ。見つけたって。見つけた、これ思い出したみたいな。あと覚えてんの？ほら、あ、ほら。掘るな、掘るな。すごい、すごい、すごい。元気。オッケーオッケー。じゃあこれは俺のパスだ。オッケーオッケー。マキちゃんもさりげなく。マキちゃんもさりげなく。のそうのそう。よし。何度やんのそれ。めっちゃ。声大丈夫？大丈夫。全然大丈夫。全然大丈夫。よかったよかった。よしよしよし。パスタだけずるいわよ。ね、私も構ってちょうだい。そうそうそう、そろそろだなって。私のターン。マキちゃんよかったね。マキちゃんちょっと照れてない？本当に照れてるの？いや照れてるよ。確かになんか見たことない感じだよね、うん、普段のマキちゃんとちょっと違う、ね、すごい、もうなんだこれ。パスタも完全にリラックスしちゃってね。最初の興奮が嘘かのように ねスフィンクスモードですよ。スフィンクスモード、スフィンクスモード。確かに、確かに。実はこの2人にちょっとプレゼントを持ってきてるから。あ、そっかそっか。マキちゃんと仲良くなるために。なるためにマキちゃんやっぱ公平がなんか買ってきてくれたってよ。俺はね、あの豆腐パスタの動画を見て思ったの、うん、お母様がプレゼントしてた、うんポケモンがあったでしょ。ああ、あったあったあった。猿乗りで、猿乗りを奪い合ってたじゃん。うん、奪い合ってた。だから今日俺はヒバニーを連れてきた。なにこれ猿乗りと同じシリーズの、はい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 、今の3系のポケモンなんだよ。見たことある、見たことある。そう、うん、しかもこのヒバニーなんとハロウィンバージョン。へぇー、10月だから。かわいい。めっちゃかわいいの。めっちゃかわいいじゃん。お、すごい興味示してくれる。マキちゃんが興味示した。マキちゃん興味示した。あー、やった。これで
これで一つずつね、遊べるじゃんね。そうそうそう、あれじゃん、もうすごいんだ。すごい、すごい、ヒバニーの人気が半端じゃない。すごい、よし、よし、決めて。すごい、絶対餌だと思ってる。餌だと思ってる。じゃあ、すごい。はい、ヒバニー、どうぞ。めっちゃ貸して、めっちゃ貸して。取り合ってる、取り合ってる。取り合ってる、取り合ってる。すごい、すごい、すごい、すごい。めっちゃ気に入って、あ、マキちゃんが、マキちゃんが、欲張りマキちゃん出た。そうでしょ。ただ、そう思って、あ、そう思ってヒバニーだけじゃなくって、最後の御三家も連れてきました。来たー、メッソン。しかもメッソン見て、ちょっとパスタに似てない。あ、似てる。ちょっとこのピエン顔、ちょっとこのピエン顔。よかったよかった、パスタよかったな。豆腐圏に三匹揃うという。あ、素晴らしい。わかった、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 マキちゃん。ちょっと、危ないから、よしよし。よし、じゃあ、パスタ先輩に、じゃあこちらのね、メッソンをね。メッソン。はい、じゃあパスタどうぞ、はい、はい、はい。あれ、マキちゃん。パスタ、パスタ、すっごい喜んでる。欲張りだね。すごい、すごい喜んでる。パスタ、暇。お風呂かよみたいな。こっちがよかった。でもよかったね、よかったね。あ、でも、よかったよかった。あ、すごい、尻尾かじで。あ、ほんとだ。あれ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 、さっきまですごいねえ、ヒバニー。やっぱお風呂は嫌なのかな。あ、こっちがいいみたいな。ほら、いた取られた。取られた顔。かわいい。かわいい。あ、でもヒバニーいるよ。ヒバニーいるよ。なんでヒバニーダメなの。ね、なんで。マキちゃん大満足。ね。あ、なんかマキちゃんの尻尾みたいだよ、なんか。確かに。そっくり。何この絵。確かに。あ、でもよかった。マキちゃんにね。気に入ってもらえたら。あ、そうだね。そうそうそう、今日パスタはさ、そうそう、パスタも公平が来ただけで嬉しいから。確かに一番のお土産は公平だから、パスタに。すごい、この図すごく、すげえ喜んでくれてる。めっちゃいじけてるんだけど。久しぶりに出た、久しぶりに。パスタです、ぬいぐるみ全部取られたとです。でもね、そんなパスタ先輩、こんなこともあろうかと思ったんですよ。こちらですね。あれ、おやつセットですね。ああ、それなんかいいやつだ。それそう、パスタも興味津々。そう、2人にね、これを買ってきたんですよ。もう一個これ買ったのね、低脂質のやつ。へえ、なんかこれね、だから低脂質で高タンパクなんですよ、多分。あ、すごい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 、おお、すごいすごい。やっぱおやつは最強だな。お、いいね、いい音して食べてくれてますね。そうだね、ね、音がいいわ、本当に。本当になんか健康に良さそう。確かに。あ、よかったよかった、なんか食べてる。やっぱ噛めば噛むほど食べ応えもあるだろうし。で、うん、あ、よかったよかった。ね、よかったよかった。あれ、でもやっぱマキちゃん初めましてなんで、ちょっとやっぱいいやつをね、奮発しちゃった。食べてほしいなって思って。優しい。ちょっとやっぱ大盤振る舞い、浩平さん。そうですよ。もう見て、メッソン。メッソン。どうでもいい。メッソン。かわいそうに。メッソン。ベニッソン。ベニッソン。ベニッソン。似てる。メッソンからのベニッソン。はい、待て。お、偉い。ちゃんと公平の言うことを聞いてね。もうパスタおじさんはもうあげたでしょ。はい、あ、いいね、もう爆裂。爆裂しっぽり。お、いい顔してる、いい顔してる、いい顔してる。すごいところで、こう上向きながら。そうだね。いや、ありがたいな、めちゃめちゃありがたいよ。いや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 、よかったよかった。あの、これ、豆腐さんにちょっとあのモンスター。お、ありがとうございます、やった。それ飲んでください。ありがとう、ありがとう。いや、嬉しい、嬉しい。まだあるんですよ。はいはいはい、はい、なんと、豆腐さんに向けて、え、治ってきました。なになにそれ。どういうことですか。なんか、数ヶ月ぶりぐらいあったじゃん。はいはい、多分夏前ぐらいに誕生日だったじゃん。あ、そうだね、うん、そう、だから誕生日プレゼント渡せてないなと思って、うん、買ってきたんですよ。あー、優しい、よく覚えててくれた。ここから俺が、ありがとうございます。はい、小林さん、ありがとうございます。いや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 、超気になる。なん、あ、なんだこれは。ザ、パグドッグ。へぇ、それ、今の時点で何だか分かってます。え、ちょっと分かんない、なんだこれ。ちょっと待って、当ててもいい。じゃあ、いいよ、当ててください。あれかな、マスクとかかな。あー、なるほどね、うん、じゃあ、開けてみま
ます。はい。あ、なんだこれ。あれ。あ、パンツです。ありがとうございます。かっこいい。これ箱。いや、よかったよかった。触り心地もめっちゃいいわ。はい。使いたいと思います。ありがとうございます。はい。実はまだもう一個あるんですよ。え、何？もう一個あるんで。はい。もう一個。え、え、これ僕にですか？あ、そう。え、これなんだかわかる？ちょっとね、すごいいい匂いがするのがいい。お、めっちゃいい匂いがするの。すごいいい匂い。なんだと思う？ね。アロマ系の、ちょっとまあ分かんないでしょ。確かに、オッケー。さあ、あ、パスタとマキちゃんも見守る中。いきますよ。はい、どうぞ。トゥトゥー。あ、ドッグシャンプーですか、もしかして。そう。ペット用シャンプー、人用ハンドボディーソープ。あ、どっちも使うんだ。そうなんだよ。そうなんだよ。で、人はもう髪から体まで全部洗えて、で、ワンちゃんにも使えますよっていう最強のシャンプー。最強じゃん。そうなる。あ、じゃあ3人とも同じ匂いになれるんだ。そういうこと。柑橘系のね、ミントとかレモンとかのぜひ使ってください。あ、使う使う。やったね、2人とも。ほらほらね、いい匂い。そう、マキちゃんもパスタも、そしてトークさんも、うん、家族揃って。そうだね。いや、よかったわ。ありがとうございます。いえいえいえ。いや、パンツも普通に嬉しい。パンツね。普通パンツって聞くとなんかネタっぽいけど、うん、でもちゃんとこれがなんかこの絵柄がすごい素敵だわ。なんか可愛いよね。うん、可愛い。いや、よかったよかった。以上です。以上です。 こちらからは以上です。よかったよかった。嬉しい。いや、普通にただただ嬉しいわ。今日はプレゼント渡せたんで、もう満足。2人にも会えたし。そうです、そうです。まっちゃんともね、初対面できたし。そうです、そうです。これも地味に嬉しいわ。公平からの編集早くしろよっていうメッセージだと思って。みんな待ってんだろ。あほってるね。お前の編集みんな待ってるだろ。確か、みんな待ってるからね。するかな。お、お、うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。しかも、頬だからね。確かに。やべ、声がされるがままになってね。鼻が、鼻が。もう俺の体勢もすごい。そうそうそう、じゃあ、二人ともすごい。体勢が。あ、マキちゃん持って。マキちゃんはキスしないんだよね。はい、うん、背中から乗っ上がってきた。すごい。小林のこと大好きだな、ほんとね。一旦落ち着いたと思ったのに、ね、いやーうわ、小林のことおもちゃだと思ってないかな。すごいね、パスタさ、なんかあのバランスボールとかあんま乗れてなかったのに。そう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 。でも俺の背中の上すごくない？乗りやすいのかな。あパスタ本気を出せばこんなもんよみたいな感じ。めっちゃ俺のこと好きじゃん。ね、ちょっとめっちゃ好きじゃん。分かっためっちゃ俺の鼻舐めるじゃん。鼻好きじゃん。鼻好きじゃん。パスタ尻尾振ってるもんな、ずっと。いいお友達が来てくれたな、パスタ。あ、メッソン、メッソン。メッソンでパスタ。よかった、よかった。メッソン最後の最後で気に入ってくれた。でも、マキちゃんが、マキちゃんのことで、マキちゃんがパスタはね、メッソンよりヒバニーより俺のことが好きなんだね。そうだね、そうそうそう、はい。俺もほんとおもちゃだと思ってる。ね。